ついにね、7月6日、オープンの日を迎えました。本当に静岡の、顔となるような、お店に成長していけると思っていますので、よろしくお願いします。店の外に並ぶ大勢の人、人、人。皆さんお待たせいたしました。戸隠そば草薙店、ただいま開店いたします。静岡ではおなじみ、そばの戸隠が昨日、静岡市の草薙球場近くに新しい店をオープンさせました。窓も大きくて開放的なお店ですね。広々としていますよね。こちらキッチンが見えるようになってるんですね。そうなんですよ。お客さんから見えるようになっていて、すごくカラッと上がっていて美味しそうですよね。さあ、お客さんの反応どうでしょうか。美味しいですね、相変わらず。特に今日は外で待ったせいか、すごく美味しく感じる。磯おろし、うん、うまい。私はいつも店員そうです。冷たくて喉越しがいいところで、まあ、夏さっぱり食べれるというところがいいと思います。根強いファンの多い戸隠のそば。ところで、店の名前がなぜ戸隠なのか、皆さんご存知ですか。戸隠という言葉を聞いてイメージするものって何ですか。おそば。そば。戸隠そば。よく行かれますか。あ、行きますよ、好きだから。ここのお店のおそば、今年で創業67年を迎える戸隠。今や静岡を代表するそば専門店です。もともとはうちはね、下駄屋さんでした。下駄屋さんだったなんて知りませんでした。はい、はい、実はですね、かつて静岡を代表する地場産業の一つだった下駄なんですが、津村さんの家ではこの部品を作っていたんです。しかし戦後、下駄の需要が減ってくると、一度廃業しまして、でそこから、まず食堂を、始めました。名前は津村屋食堂。町の大衆食堂で、そばはメニューの一つに過ぎませんでした。静岡商業が夏の甲子園で準優勝した1968年、転機が訪れます。静岡のお町にそばの専門店を出したんです。まず何か料理を一本に絞るっていうところが、まあ、創業の祖父母の戦略の中にあって、でさらにやはり静岡はもともとおそば屋さん多かったですし、まあ、その分おそば好きな方も多かったので、店の名前は戸隠にしました。その訳とは。実は創業当時は、そば粉を仕入れ先として長野県の戸隠村から仕入れておりましたので、そこの地名をいただいて戸隠そばという形で開店をしました。全国屈指のそばどころ、長野県戸隠。ここの知名度にあやかろうと、戸隠の名前を借りたというわけなんです。戸隠の顔、磯おろし。コシのあるそばが少し甘めのつゆに浸かり、麺の上には天かすに海苔、絹さや大根おろし。本場戸隠とはかなり違うぶっかけそばが生まれたきっかけは、常連客のある一言でした。もともとは、従業員がまかないとして食べていたスタイルが原点になってますね。従業員が食べているのを見たお客さんが、美味しそうだからちょっと食べさせてよ。気づけば押しも押されもせぬ看板メニューに。厨房でささっと食べていたまかない飯が、今や静岡のソウルフードになりました。新規参入、まあ、いわゆるベンチャーの蕎麦屋でしたので、やっぱり何か仕掛けなきゃというか、お客さんが美味しいって思えるもの、
お客さんの声を純粋に取り入れていったっていうことが結果につながったと思います。